はい。今回は、共産党と強いつながりがある2等夢野さんが代表を務めるコラボについてやっていきましょうか。え、まさかのまさかの、え、共産党と強いつながりがある2等夢野さん。東京都からもらっていた貴重な貴重な DV 交付金ですね。DV を受けている女性を救うためにですね。 使うはずの貴重な貴重な税金。まさかのですね、ひまそらあかねさんに対する訴訟の弁護士費用に使っていたんじゃないかというですね、そんな疑惑が浮上してしまいましたので、紹介していきたいと思います。はははは。 <laughs> えー、共産党と強いつながりがある二党ゆめのさんがですね、そんなことするわけがありません !DV の被害を受けた、こう、女性のためにですね、用意したお金をですね、えー、そんな一般男性を訴えるために使うわけがありませんとんそんな疑い僕が晴らしてみせますと、いいようなとこですね。えー、まずはですね、こちら、えー、最近ですね、木ますらあかねさんが、令和4年度の DV 交付金に関する資料をですね、一部の方に配っていたんですけども、えー、その資料を受け取っていたですね、こちらの弁護士 の方がですね、えー、こんなツイートをされていました4.6ギガの開示資料を見たが、コラボは480件の10代困窮女子支援名目で、2022年11月22日に5人の弁護士に DV 交付金から合計300万円程度を払っていて、さらに150万円の未払いがある。支払い先黒塗りが誰かが気になるね。 その前後のタイミングで、ひまそら訴訟準備費用と弁護団声明作成費用もかかっているはずだからねっていうのでですね。まあ先ほども言いましたけども、まさかですね、二刀夢野さんがですね、DV で困っている女性を支援するための税金をですね、DV 交付金をですね、ひまそら金さんを訴えるための費用なんかにですね、使うわけがありませんと。うん、弁護士さん、訴えられますよ。 <laughs> 本当に注意した方がいいですよはーい、えー、こちらですねいいねしておきたいと思いますで続いてですねこちらキマソロアカネさんが、えー、配布していた資料についてですねどの弁護士にいくら支払ったのかというですね、えー、その費用はいつ発生したのかっていうですね、えー、そんな点をですね黒塗りだらけの資料の中なんとかですねまあ、整理できる情報をですね整理してくださっていた方がいらっしゃいましたので、えー、ちょっとこちらのツイートもですね紹介しておきたいと思います、えー、ちなみに弁護士の請求状 状況をまとめてみましたが11月22日に弁護士 B さんに約181万円弁護士 C さんに約65万円未払いも12月中には支払っているでしょうから弁護士 E さんには約84万円弁護士 B さんに追加で約34万円支払われていますねあと請求書の弁護士の人数が7人なんですよねーっていうんですね <laughs> 7人の弁護士。なんか聞いたことあるな、7人の弁護士。確か、二刀夢野さんの引き連れているですね、コラボ最強弁護団っていうのがですね、7人だった気がするんだけどな <laughs>。 セブンナイツとかいう名前の弁護団がいなかったかなこれ偶然でしょうか確かですね、アンバサ弁護士こと、中川拓弁護士ってですね、後でコラボ最強弁護団に入ってきましたよね。え、コラボ最強弁護団にですね、入る前に、ひまそらあかねさんの個人情報を持っていたということで、え、コラボ最強弁護団に入って、その後ですね、中川拓弁護士、アンバサ弁護士が持っていた、え、ひまそらあかねさんの個人情報を、他の弁護士、他のコラボ最強弁護団に渡してしまうというようなですね、 そんな事件がありましたよね。で、この個人情報の扱い方はまずいんじゃないかって,言ってですね、えー、中川拓弁護士ですね、ひまそらあかねさんに懲戒請求ですね、まあ、請求食らったわけですよね。で、これがですね、11月の話なわけですよね。これですね、弁護士、これですね、弁護士、 A にですね、これですね、弁護士 A さんにですね、4月から10月までのですね、報酬で、いくら支払いましたですとか、B さんにはですね、弁護士 B にはですね、4月から10月にかけてですね、これだけ振り込み振り込みましたとかっていうのが書いてあるんですけども、これですね、一人の弁護士を除いて、皆さんですね、4月から、4月から10月とか、4月から11月までですね、報酬の支払いがこう報告されているのにですね、一人ですね、この弁護士 G さん ですね弁護士じいさん11月からしかですね報酬もらってないんですよこの弁護士じいさんだけですねえー、なぜか11月からなんですよ11月からコラボに関与し始めた弁護士ってことですよねそれってまさかこれアンバサ弁護士 <laughs> これまさかアンバサ弁護士じゃないですよねいやまさかたまたまですよね弁護士費用15000万円っていうのでですねえー、まあトータルすると17000万 7, 円になるのかな報酬額としてはこれアンバサ弁護士もしかして <laughs> <laughs> 非常に怪しい情報が出てきましたというようなところですね。はい。いやー、まさかまさか、えー、こちらですね。いいねとリツイートしておきたいと思います。で、念のためですけども、こちらですね、コラボが、えー、ひまそらあかねさんを訴えた時に開いたですね、定速記者会見ですね。えー、こちら、えー、いつ開いたかっていう話なんですけども、2022年11月29日というふうになってますよね。で、この時ですね、きちんとアンバーサ、端っこにいるわけですよね。 だからもうこの時にはですね、アンバーサー弁護士、コラボ最強弁護団の一員となっていますというとこですよね。で、これですね、残りの弁護士が誰なのかっていうのがですね、気になりませんか <laughs> この G がですね、うん、アンバーサーじゃないかっていうのがですね、なんかかなり、いやー、硬いような気がするんですけども、残り誰なのかっていうとこですよね。例えばですね、この弁護士 B ですね、弁護士 B なんてですね、もう200万円近くもらえることになってるわけですよ。200万円もですね、チューチューしていると。 で、さらにですね、この下のですね、弁護士 C さんもですね、72万円になってますけども、この下も含めるのかな下も含めると90万円ぐらいになるんですけども、弁護士 C さんもですね、結構もらってるわけですよね。90万円ぐらいもらってるわけですよね。 えー、コラボ最強弁護団の中でもですね、必死にコラボを擁護するですね、弁護士がいらっしゃいましたよね。しかも、ちょうど二人いらっしゃいましたよね <laughs>。ちょうど二人いましたよね。えー、僕にはですね、えー、俺の税金、私の税金持ってくなーっていう感じでですね、ギャーギャー吠えてる弁護士が二人いたような気がするんですけども、誰なんでしょうか で、そこに関してはですね、こちら、えー、弁護士からですね、えー、コラボに対する請求書もですね、アップされていまして、ひまそらあかねさんがですね、こんなツイートをしていました。この1枚目の弁護士の名前。 三文字っぽくて、くさーっていうのでですね、リーガルハラスメント来 <laughs> ましたーリーガルハラスメントいただきました <laughs> えこちらですね、請求書、弁護士からコラボに対する請求書になるんですけども、この弁護士っていう、ここの部分にですね、この黒い部分に弁護士の名前が書いてありますと。で、これですね、 この時間数っていう文字の感覚とですね、結構一緒なんですよね。まあ弁護士でもいいか。まあ弁護士っていう感覚とですね、この黒塗りの部分の感覚がですね、ほぼ一緒なんですよね。ということでですね、この弁護士の名前がですね、えー、3文字の弁護士、漢字3文字の弁護士じゃないかということがですね、わかるわけですよね。で、こちらの弁護士がですね、先ほどお話しした弁護士 B になりまして、まあ200万円ほどもらってると。まあこの請求書以外の請求書、えー、請求もあるので、全部トータルすると200万円ぐらいもらえる 弁護士になりますけどもこれがですね弁護士、えー、弁護士 B の弁護士だという風なことが分かりますとでさらにですね弁護士 C ですね、えー、これ65万円この時請求してますけども10月末で請求してますけどもこれが弁護士 B になるんですけども弁護士 C の名前ですねちょっと枠が広まりましたよね <laughs> さっき3文字の黒塗りよりちょっと広くなりましたよね文字間隔ですね請求内容っていうこの4文字の感覚と非常に似てる気がしないでしょうか <laughs> 弁護士 C さんですね。4文字の、漢字4文字の弁護士だということがですね、えー、推察できるかなというふうに思いますというとこですね。 えー、それではですね、え、コラボ最強弁護団の中にですね、漢字3文字の弁護士いたのかというようなところですね、ちょっと見ていきますと、こちらですね、提訴記者会見の時の写真になりますけども、ちょうど漢字3文字というとですね、この中川拓弁護士がいらっしゃいますよね。でも中川拓弁護士は先ほどお話しした通り、11月からということなので、えー、まあ、そんな報酬はもらっていないだろうということでですね、中川拓弁護士ではないだろうということがわかりますよね。で、こう右にずれていきますと、 弁護士も2文字なので違いますとあれ <laughs> あれ,あれ <laughs> 一番報酬をもらっていたですね漢字3文字の弁護士もしかしてもしかして <laughs> もしかして一番騒いでるリーガルハラスメントって一番騒いでる弁護士いましたけども200万円ももらってたらそりゃ騒ぎたくもなるよな <laughs>。 いやー、わかんないですけどね。うん、どの弁護士かわかんないですけども、コラボ最強弁護団の中にですね、漢字3文字の弁護士がいるんじゃないかと、いうようなですね。うん、ちょっとなんか、うん、気のせいかな。<laughs> 見てなかったことにしときましょうかね。はい。で、もう一人ですね、漢字四文字の、えー、これも、ま、ですね、まあ、0百万円近く、まぁ、九十万円ぐらいですね、報酬をもらうことになっているので、まあ、ギャー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 騒ぎたくなる弁護士がいるんじゃないかというところでですね、もう一人四文字、漢字四文字の弁護士誰だーっていうのでですね、あれ三 <laughs> 文字の弁護士の隣に四文字の弁護士がいますというのでですね、いや、この弁護士もですね、結構ギャー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 ツイッターとかで騒いでいるので、これ、 <laughs> これは、弁護士 C、この人じゃないかというのがですね、推察できるわけですよね。見てなかったことにしときましょうね。この弁護士 B、弁護士 C、誰か知らないですけど、うん、3文字の弁護士と4文字の弁護士ということでですね、ちょっとなんかコラボ最強弁護団の中に、漢字3文字、漢字4文字の弁護士いた気がしますけども、あくまで僕、 誰、ど、どの弁護士とは言ってないですからね。皆さん、ぜひ、あの、予想を、皆さんの予想をですね、どの弁護士か <laughs> 予想についてですね、えー、コメントいただければというふうに思いますと。皆さん、あ、皆さん、個人個人で、えー、予想しましょうかね。はーい。 まあこれもう一度言いますけども、これ DV 交付金ですからね。想定としては、この旦那さんから DV を受けた女性が、まあ相談する先がなくって、まあ旦那さんからも離れたいとかつってですね、まあ離婚するときとかに揉めるので、まあこういった交付金を使って、え、弁護士に相談することをですね、まあ想定したような交付金だと思うんですよ。これですね、まさかですね、それ以外の用途で使ってませんこれ <laughs>。まさか一般男性訴えるための弁護士費用に使っていませんこれ。 いやー、どうなんでしょうかね、東京都ちゃんとチェックしろやとは。 いや、コラボ最強弁護団の人数と同じ7人っていうですね、えー、偶然が起きてしまっているわけですし、低速記者会見と同じタイミング、えー、アンバサが加入したタイミングとも同じタイミングでですね、新しい弁護士への報酬が発生するというですね、そんな偶然も重なっていますし、えー、これ漢字の文字数も当てはまってしまうというのでですね、いやー、これ、黒塗り全部剥がしたらですね、すごいことになりそうですよね <laughs>。 <laughs> またネット炎上しそうですよね。えー、もうこれ、ひら、ひまそらあかねさんがですね、黒塗り外せーっつってですね、東京都訴えていたので、これくらい、この弁護士の名前とかですね、ぐらいはですね、これ、黒塗り外せると思うんですよね。これ、いずれ外れるんじゃないかなというふうに思いますけどね。はーいや、これ、非常に楽しみですね。はえー、こちらですね。えー、いいね、しておきたいと思います。 えー、それではですね、今回の事件について、ネット上の声も見ていきたいと思います、えー。まずはですね、こちらのコメントです。警備員弁護士かなって <laughs> 警備員弁護士ですかね。警備員弁護士もですね、必死に夜働いていらっしゃったので、いやーまさか警備員弁護士もですねうん、DV 交付金の補助金から出るのかな <laughs> 余ってたら使ってそうだけどな。どうなんだろうな。はーい。 えー、あそこのでも警備員弁護士の費用ってどっから出るんでしょうかね。そこも明らかにしてほしいですけどね。はい。こちらですね。いいねしておきたいと思います。えー、続いてはですね、こちらのコメントです。 これ、対、ひまそらさんだったら、公金の不正利用じゃないのっていうのでですね。まあ、そうでしょうね。だって、これ DV 被害者のために使われていないですもんね。まあ、あくまで弱年女性のためでもないわけじゃないですか。ただ単に自分たちが、こう、不適切な会計をしていた。まあ、もう厚生労働省から不正会計だって言われてますけども、不適切な会計。 え、押したっていうところで、住民監査請求がされていたわけなので、自分たちの責任でこれ、ま、一般男性から、こう、追求されてるわけじゃないですか。それについてですね、提速記者会見やりますってですね、それ DV 交付金から出すのって明らかにおかしいですよね。だからこそ、これは、これこそ、これはさすがに、公金の不正利用になるんじゃないかな、というふうに思いますけどね。はい、こちらですね。いいねしておきたいと思います。え、続いてはですね、こちらのコメントです。 税金で一般指人を訴えるだなんて、そんな、常識のないことは、ところでコラボと WBPC とそれらの支持者に常識、良識はあったのかいっていうのでですね。<laughs> ない。<laughs> ないっていうのでですねうん。ないからこそこういうことをしてしまうというのがですね、ちょっと疑われてしまいますよね。はい、えー。こちらもですね、いいねしておきたいと思います。はーい。 え皆さんですね、今回、DV の被害を受けた女性を助けるためのですね、DV 交付金のお金をまさかのですね、ひまそらあかねさんを訴えるための、この裁判費用に使っていたんじゃないかというようなですね、そんな疑惑が出てきたわけですけども、皆さんですね、こちらの疑惑についてですね、どのようなご意見をお持ちでしょうか。皆さんのご意見についてもですね、ぜひコメント欄でコメントいただけると、 嬉しいです。えー、それからですね、今後もこういった興味深いニュースがあればですね、どんどんお話ししていきたいと思いますので、ぜひですね、チャンネル登録の方もお願いします。あとはですね、概要欄にこちらのツイッターのアカウントも、えー、載せていますので、こちらのツイッターのフォローの方もお願いします。はい、今回の動画はここまでになります。それではまた。次の動画で。